どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、巻き髪動画をまた作ってみました。しかも今回は今 SNS だったりで話題のエギョモリ巻き、ちょっと言い方難しいんですけど、まあ韓国とかでちょっと流行ってるヘアらしくて、で意味がなんかエギョモリ巻きっていうのが、まあその愛嬌のある髪の毛っていう意味らしくて、でまあそのポイントっていうのはこう顔周りにちょっとワンカールを入れるだけで可愛く見えますよっていう方法になるので、まあ可愛く見えたりちょっと大人っぽい色気のあるヘアスタイルにもちょっとなったりもするので、結構ワンカールヘアで飽きた方、よかったらこの方法でちょっとやってみてください。でしかも不器用な方でももう本当に簡単にできるようにちょっと今日は作ってますので、その辺もよかったら参考にして見てみてください。それでは動画をどうぞ。まず顔周りの毛束を取っていきます。だいたい3センチぐらいの幅で、このこめかみあたりぐらいの髪の毛まで取り分けていきます。残りの後ろの髪の毛もだいたいでいいので後ろで半分に分けて、髪の毛をまとめて、まあ耳後ろぐらいですね、このあたりぐらいにまとめてゴムで結んでいきます。この時すごく緩めに、まあ2周ぐらい結んでゴムの跡がつかないようにしてください。反対側も同様に取り分けていきます。後ろ側も残りの半分をまとめて、耳後ろら辺でゴムを結んでいきます。次にコテを使っていきます。毛束を取ってレバーを前に向けて髪の毛を挟んで、髪の毛自体を後ろに向かって巻いていきます。中間ぐらいから入れて1回転だけさせて、そのまま毛先に向かって滑らしていきます。巻き終わってからすぐ崩さないように、このままの状態で少し置いておきます。反対側も同様にやっていきます。レバーを前にして髪の毛を後ろに向かって流していきます。中間から入れて1回転だけさせて毛先を滑らしていきます。後ろの毛束を細かく取って、次はレバーを上にして髪の毛を下に巻きつけていきます。ここも1回転だけさせて滑らしてワンカールを作っていきます。細かく取って素早くやっていきます。反対側も同様にやっていきます。ゴムを外していきます。次にシアオイルをつけていきます。襟足の方からカールをほどくような感じにしてオイルをつけていきます。ある程度つけ終わったら、次はサイドの髪の毛をほぐしていきます。毛羽立ち等がなくなってバランスを整えたら、こんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。ワンポイント巻くだけで可愛く仕上がるスタイリング方法になります。よかったら参考にしてみてください。